ここまでだね、オビト。くそー。いい作戦だよ。オビト、虹の方向。お、カトン、豪華級の術。うん、もう少しだったね。そんな、先生いつの間に。ちっ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよくわかってる。さて、あとはこのタイミングで。カカシ先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで。決め。言ったろ。俺には勝てないって。たかし、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負はわからなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺は、まだ子供だった。力には自信があった。同年代、いや、たとえ自分より経験が上の忍びであっても、負けない自信があった。まさに、慢心に溺れていた頃だった。そんな俺に対し、いつも突っかかってきたのは、オビト。あの演習の時も、いつもと同じように。お前は忍びにとって大切なものを分かってねえ。忍びとして全く実力のないお前にだけは言われたくないね。だと？ま、軽くひねってやるよ。戦闘開始。はっ、よし。やっ、ふ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 っ、よし。
ウチハ一族ってのはこんなに弱いものなのか、オビト。当時の俺とオビトの実力には大きな差があった。オビトは負け惜しみの言葉を投げかけてきたが、俺は気にも留めず視線を湊先生に向けた。もちろん次の相手として先生と手合わせしてもらうためだ。だが今考えると、決まってそういう時の先生の目は寂しげな感情を含んでいた。先生はもう分かっていたのだろう、俺に足りないものが。先生、今日こそあなたを倒してみせます。忍び一人でできることなどたかが知れている。カカシ、何でも一人でやろうとしてもダメだよ。でも強さは忍びにとって必要なことだから。俺戦闘開始。勝負は一瞬だ。予想通り。よし、当たれ。それ。ふい。よし。よし。ふい。ふい。やっ。ふい。そう。ああ。やっ。ああ。ああ。やっ。よし。行くぞ。行くぞ。ふい。よし。ふい。
やった、先生に勝つことができた。この時の演習は俺の勝利で終わった。先生が本気を出していないことは分かっていたが、それでも少しは成長したと俺は感じた。だがそんな俺を見て、やはり先生は寂しげな表情を見せた。あの瞳の意味は何だったのか。忍びにとって、俺にとって必要なものとは何だったのか。ようやく俺がそれに気づいたのは、これより少し時間が経ってからだった。チームワーク、あの時の俺に足りなかったものだ。オビト、お前が命を懸けて教えてくれたものだ。代償はあまりにも大きかった。だが、お前から譲り受けた意志は今も生きているよ。俺の中にも、そしてあいつらの中にもな。もっともあいつらもすぐに理解したわけではない。俺の班に入った直後は本当にひどかった。特にナルトとサスケの二人、あいつらはチームワークという言葉にほど遠い関係だった。あの頃の俺と同じだ。だからこそ俺は先生のように手合わせを通し、忍びにとって大切なものを教えることにした。ナルトたちなら、俺は二人が秘める可能性を信じていた。足引っ張るんじゃねえってばよ、サスケ。それはお前だ、うつらトンカチ。さーて、どれほどのものか見せてもらおうか。